ロシア軍機が先月23日に日本の領空を3度にわたり侵犯したと日本政府が発表したことについてロシア外務省のザハロワ情報局長は2日ロシア側は主張の根拠を確認する情報を持ち合わせていないと述べ侵犯を否定しましたロシア政府が日本政府の発表に公式な見解を示したのは初めてです また日本側が外交ルートを通じて行った抗議については退けたと主張しましたこれに対し林官房長官はきょうの会見で極めて遺憾だと述べ再発防止を改めて強く求め抗議したと明らかにしました。